テンアパレル、ブラック T シャツ、演奏会中止によって会場限定の商品も販売開始したので、ぜひチェックしてみてください。宣伝です。はい。本日は、ショパンの華麗なる大演舞曲を1時間で本気で練習したらどれだけ上手になるのやっていきたいと思いますよ。やったー。はい、というわけで皆さん、みたいな感じのやつ聞いたことあると思うんですよ。僕もかなりいろんな演奏会に行ってきて、この曲をね、たくさん聴いてきました。というわけで、まあこの曲僕の持ち曲にしたいなと最近思い始めたんですよ。まあショパンのワルツってやっぱ美しいじゃない。というわけで早速練習をやっていきたいんですけども、本日はね、1時間本気でやってみたいと思います。というわけで早速譜読みからやっていきたいと思います。まあ曲自体はほとんど頭に入っております。まあある程度曲の構成とかはもう覚えてるので、あとは譜読みを進めていくという段階でございます。皆さんも譜読みをやる前にはね、ある程度曲を頭に入れてから曲をね、やり始めるとスムーズにいきますよ。というわけで、まあやっていきましょう。まあね、これはね、こういうね、曲なんですよ。こうで最初はパンパパ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 パンパンパパパンパンパパパンパンパパパンパパパンパパパン。僕がね、絶対落とし入れるだろうなと思ってた落とし穴が最初あります。何回弾いたかわからなくなるんですよ。こんな感じで止まらなくなっちゃう可能性があるので、ちゃんと数えていきたいと思います。パパン、パパパン、パパパン、パパパン。またやっちゃった。オッケーオッケーオッケー。まあ、ここはね、結構耳馴染みがあります。次は、パパ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 みたいな感じの連打が続くところです。ちょっと軽く右手だからやっていきたいと思います。多分弾けないんで、まだ。何回弾いたか分からなくなるね。待って、てて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 てマドディタディタタタタタタ。はいはいはい、パパ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 パ。あれ何回やったんだろうっていう感じでね、わからなくなると思うので、左でも早速練習していきましょう。何回弾いたか分からなくなっちゃいました。数えて歌いながら行きましょう。やっぱ弾けなかったね。早くしたらやっぱ弾けないわ。あ、覚えろ。
はい、まあここから同じですね。じゃあ次。同じか。結構ね、ゆっくり練習をやった後に一回最後まで譜読みが終わったんですが、その後何回かね、部分練習とかして、まあ、ある程度ちょっと形になってきました。というわけで、1時間の結果報告をしたいと思います。まあ、最初に譜読みが10分くらいかかって、聞けなさそうなとこから練習していきました。それとね、なんか意外とね、譜読みが終われば同じことの繰り返しだったので、まあ、最後の部分以外はある程度弾けるようになってきました。というわけで、弾いてみたいと思います。まだ無理ですね。
すぎて今筋肉痛だった。痛かった。というわけで皆様どうでしたでしょうか。まあね、同じことが繰り返しな部分が多かったので、まあどちらかというと弾きやすい部類にありました。しかしこれを美しく、そしてワルツで軽やかに、そして華やかに弾くっていうのはね、かなりね、時間がかかるところかなと思います。冬目が終わったとしても、弾けるようになったとしても、その人前で披露できるっていうレベルまではね、かなり多分ね、結構難しい部分が多いかなと思います。同じところが多いからこそ、飽きさせずに聴かせるためには頭を使って弾かないといけないので、それもまたね、今後考えていきたいなと思います。ここまで見てくれてありがとうございます。よければ Twitter、インスタもやってますので、ぜひチェックしてみてください。そしてアパレルデビュー CD 等もありますので、チェックしてみてください。それではバイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。